皆さんこんにちは、ピラティストレーナーの杉です。本日はとある場所から動画を撮らせていただいております。実は2022年の1月4日に大阪にあるピラティスタジオ BB 肥後橋が移転することになったんです。そう、その移転先がこちらです。今は内装は全く入っていないのでまっさらな状態なんです。ここから内装を入れておしゃれなスタジオにしてまいります。今回の移転はですね、2回目の移転になるんです。一番最初は私一人でマンションの一室でスタジオを始めさせていただいたんです。そこからお客様がありがたいことにたくさん来てくれて、少し拡張してですね、テナントに移動させていただいて、今ある京町森というですね、ウツボ公園の近くにスタジオを構えさせていただきました。そこで約5年ほどですね、スタジオを経営させていただいて、今回ですね、チャレンジなんですが、かなり大きいところに移動させていただくことになったんです。ここからですね、私の思いやメンバーの思いを実現できる、そしてお客様に満足していただける環境を作っていきたい、そういうふうに思っております。さあ、この今まっさらな状態がどういうふうに変化していくのかっていうのを、ぜひお客様にも私の知り合いにも、この YouTube 見ていただいている方にもぜひ感じていただきたいなというところで、今日動画を撮らせていただきました。どんな内装かっていうのはまだ秘密なんですけども、今の現状ぜひ見ていただきたいので、ちょっとこう動画を回していきたいなと思っております。はい、急に飛んできましたが、こちらエレベーターを降りた前になります。こちらに2つドアが今あるんですけども、こちらのドアはちょっと綺麗にさせていただこうと思っております。そしてこの中ですね、よいしょ、はい、皆さん見てください、めちゃめちゃ広い、うわーすごいですね。ちなみに今動画に映っているところらへんがスタジオになります。なのでマシンを置いていきます。今はリフォーマー1台、キャデラック1台、チェア1台、コアライン1台の計4つのマシンがあるんですけども、新しくマシンを追加させていただき、この広い環境に置かせていただこうと思っております。そして、入ってですね、左側だいたいここら辺に受付と、そしてこちらに更衣室ができるかなというような感じですね。で、奥は、こちらスタッフルームとなっております。事務所にもなりますね。はい、なのでここは、スタジオのメンバーしかちょっとわからないところにはなるんですけども、ここではですね、皆さんの思いを実現するべく事務処理をさせていただこうと思っております。はい、こんな感じで今内装入れていないまっさらな状態、結構上おしゃれじゃないですか、上もおしゃれにさせていただいているんですけども、はい、肥後橋の駅近くにはこういうスタジオができるということになりますので、ピラティスに興味ある方はですね、ぜひ新しいスタジオで、そして2022年のスタートを切れるように申し込んでいただけると嬉しいですね。はい、こちら肥後橋の駅前周辺の風景になります。そう、キリン堂さんが目の前にあるビルになりますので、皆さんお分かりになりますでしょうか。はい、駅からも近くになってます。はい、このようなスタジオになります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。このまっさらなスタジオがどういう風に変化していくのかって、すごく楽しみですね。私はめちゃめちゃ楽しみです。またこの進捗をですね、YouTube であったりとか SNS で上げさせていただきますので、ぜひ楽しみに見ていただけると嬉しいです。私は一個人のパーソナルトレーナーから事業をスタートしました。そしてマンションの一室でピラティスタジオを経営し、一人ではできないことを仲間でやるんだということで社員を雇い、仲間が増えていきました。そしてこんな大きな場所でも経営することができるようになってきたんです。これは少しずつ組織を拡張してきたからこそです。いきなりこんな大きいところでは絶対無理です。今パーソナルトレーナーとして活動している方、将来会社を持ちたいとか
スタジオを建てたいとか、そういう思いを持たれている方たくさんいらっしゃると思います。私はそんな方の見通しになっていきたい、そういうふうに思っています。私の経営の目的は社員を幸せにすることです。まず社員が幸せになってもらう、そして社員が働きがいある環境にしていく、その環境づくりの人として今回移転を決意させていただきました。これはかなりなチャレンジです。ただ私自身このチャレンジを楽しみにしています。皆さんぜひ応援していただけると嬉しいです。今回だいぶ久しぶりの YouTube 配信となっています。またですね、落ち着いたらピラティスの動画上げさせていただきますので、チャンネル登録ぜひしていただいてお待ちいただければなと思っています。はい、以上、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。